今日はたくさん見に来てくれたということで、いや、軽音楽部ロック入ろうかなとか思ってくれてる方ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、皆さん軽音楽部ロックってどんなところなのかイメージお持ちですか？私はすごい頑張り屋さんが多い部活だなって個人的に思ってて、皆さん、これからもし入ってくれようと思ってる人がいたらちょっと不安なことも、もしかしたらあるかもしれないですよね。例えば楽器未経験だけど入ってついていけるかなとか、それとか自分のやりたいジャンルできるかなとか、いろいろ不安に思うことあるかもしれないんですけど、そういう不安は多分そんなに不安に思わなくていいのかなと私は思ってて、大事なのはそこが自分にとって居心地のいい場所になれるかどうかとか、なんですね。で、私は今この軽音楽ロックすごい、みんなに感謝して、設営とかね、頑張ってくれてる部員のみんなとか、その委員とかね、頑張ってくれてる役職持ってくれてる子たちとか、もうみんなね、そのバンド一緒に考えてくれるみんなとかすごい感謝してて、その一緒にいて自分も頑張ろうって成長させてくれる場所だなって私は個人的に思ってますね。やっぱ頑張ってる人がたくさんいる部活だからこそ、そうやってなんか自分も成長できるのかななんて思ったりしてるのでね、なんか成長したいなってちょっと思ってる人がいたらよくいいかもしれません。ということでね、こんな私たち軽音楽部ロックなんですけれども、そんなロックなモードに染まってもらいたいと思います。ロックモード。
します。ボーカルの会心に僕を答えた方がいいですか。はい、はい、試してるんだ僕もキャッチザモーメント。